ライフニュースマイク拉支局の女性記者、蓬莱ライフがポップな話題をご紹介。というわけで、本日は、プレイヤー専用ベッドです。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは地面に泥ブロックを1個埋め込み、深さ 12.5 センチのくぼみを作りましたら、その上にレール1個、トロッコ6台を設置してから、レールを撤去してトロッコをくぼみに落とし込みます。その後、体当たりでトロッコの位置をずらしましたら、あとはトロッコの方を向きながら、その四方いずれかの場所にベッドを設置するだけ。プレイヤー専用ベッド、これにて完成です。私たちプレイヤーは熟睡できるのに、村人は勝手に転げ落ちてしまう摩訶不思議なベッド。ぜひ皆様のマイクラ世界でお試しください。トライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。